ただいまご紹介いただきました、林野庁の大政でございます。まず本日はこのような場をですね、設けていただきました。東京大学の中西先生はじめまして、当シンポジウムの関係の皆様方に、この場を借りまして、御礼申し上げたところ、御礼申し上げさせていただきます。私は実は4月からのこの今のポストについてございまして、着任早々ですね、こちらの場で発表しないかというお話をいただきまして、非常に軽い気持ちで引き受けたところでございます。と言いますのもですね、被災後3年以上が経過しておりまして、まだですね、森林関係の取り組みやその状況につきましてですね、必ずしもいろんなところにですね、正しく伝わっていないのかなというふうに、ちょっと個人的に感じていたところもございましたので、せっかくの機会ですので、お受けさせていただきました。申し訳ございません。私は研究者ではございません。今まで の発表をですね、私もネットの方で拝見させていただきましたが、非常に学術的な話が多くございまして、ちょっとこの場にですね、私ちょっとふさわしいのかなとちょっと思いながらですね、ちょっと来たところでございます。非常に今日は一般的な話ということで、させていただければと思いますので、ちょっとお集めの方々のですね、ご興味の関心度ちょっと違うところもあるかもしれませんが、ちょっとご容赦いただければと思います。本日はよろしくお願いいたします。それで今日お話しさせていただきたいと思っている内容でございます。非常にこれまでのことはですね、農地や農業を中心としたお話が多かったというふうに承知しておりますので、森林のことということで、非常に概括的な日本の森林とはどんな状況かとか、こういう一般的なこともですね、ぜひともこの場でですね、お話しさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。で、まず初めに一番最初の日本の森林の現状ということでございます。まず最初にいきなり世界地図を出してしまいました。この緑のところというのが今現在森林に覆われているというところでございます。今からの300年ほど前はですね、世界の半分は緑に覆われていたということでございますが、産業革命以降、どんどん木材を使うようになりまして、現在はですね、3割ぐらいが森林、3割ぐらいしか森林に覆われていないということでございます。また近年でもですね、アフリカや南米を中心に、九州の面積を上回るですね、毎年500万ヘクタールもの森林が失われてきているというのが実情でございます。日本は相変わらず緑の状態です。また最近新しく植えている国もございます。中国とかはですね、非常に緑化を努めておりますので、中国等ではですね、侵食されているというような状況でございます。で、こちらが続きましての日本の森林の状況でございます。よく言われるように、世界有数の森林国ということでございまして、約7割が森林に覆われております。それではこの森林というのはですね、昔からこのようないい状態だったのかということをですね、ちょっと振り返ってみたいと思います。こちら上がですね、約100年ほど前の神戸の裏山、六甲山の写真でございます。こちらの写真はですね、岡山県の玉名市ということ、これも瀬戸内海でございますけれども、かつてはですね、このようなハゲ山が日本各地に広がっていたというのが事実でございます。で、それをですね、中段の写真よく見ていただくと分かるんですが、なんか筋状にこう入っているかと思いますが、このような段切りをしましてですね、緑化をしたところですね、非常に現在緑の山になっている、このような状況でございます。で、次のスライドでございます。これ左側、NHK ブックスの太田武彦先生、これ東京大学の先生でございますが、森林法話という素晴らしい本を書いていただいております。こちらの本の中にある資料でございますけれども、非常にですね、戦後すぐまではですね、非常に荒廃地が広がっていたということでございます。そのような数字が表されております。また左下の図でございますけれども、これはですね、自然災害による、日本における死者や行方不明者のグラフとなってございます。赤で囲んでありますところが戦後すぐの状態でございまして、毎年ですね、数千名の単位でですね、台風等による風害、いわゆる山津波とかですね、そういう台風等によるですね、水害等でですね、お亡くなりになっていたということでございますが、その後ですね、いろいろ緑化が進んで、そのような災害も非常に減ってきた。例えば先ほどお見せいたしました神戸におきましてもですね、戦後ではですね、やはり一つ一つの雨で数千人規模のですね、方も亡くなったというような報告もされているところでございます。
で、次のスライドでございます。まあ、これもですね、同じNHK の先ほどの太田先生の本からちょっと拝借させていただいたところですが、東京大学の鈴木先生がまとめられた結果でございまして、田の神山という山でですね、緑化を務めたところ、上側が、すみません、ここですかね。上側が拉致のところの土砂の流出量です。グラフは台風数グラフになってますので、あれですけども、で下側が植栽をしたところですね、非常にですね、土砂の流出量が減っていると。非常に森林を作ることによってですね、このように土砂の移動が減ってきているというのがですね、これまでの日本の戦後の山の歴史でございます。そのようなことからですね、緑化に努めました結果ですね、日本の森林のですね、蓄積量というのはですね、非常に今充実してきて増えてきているという状況にございます。右下に少し書いておりますけれども、1年間に約1億立方、1秒間に割り算しますと1秒間に、まあ、日本の森林全部ですから、まあ、このぐらいになるんですけども、3立方ずつですね、資源は増えてきていると。非常にいい資源は増えてきているというような状況でございます。最近言うのはよく100メーターかける100メーターの、マスにしますとですね、スカイツリー、年間16個分の高さまでですね、木材が1年間にこれだけ増えてますよというのをですね、我々の方ではちょっと話をしているんですが、まあ、このぐらい増えている資源なのに、まあ、実はあまり使われていないというような状況でございます。このように順調にですね、増加しているかのように見える日本の森林資源でございますが、残念ながらですね、その状態というのは非常に楽観視できるというような状況ではございません。これは我が国の森林の現状をちょっとイメージ的に表したものでございます。資源はどんどんこういうふうに循環しているんですけども、出口というかですね、あまりこう使われていない、外国の方の木材の方が使われているというような状況でございますので、非常に干ばつなどの手入れが遅れることによってですね、非常にですね、森林があまりいい状態には保たれていないところがあるというようなことでございます。そのようなことから、このようにですね、今、林野庁として力を入れているのは、こう、川下のですね、非常に木材を、日本の木材を使って、いい循環を持っていこう、バランスの取れた森林を作っていこうということで、木を植えて、育てて、切って、使うという、このようなですね、国内の木材を使おうというようなですね、ことについて、今、力を入れているところでございます。でなぜこう木材がいいのかということについて、すいません、ちょっとだいぶ話は逸れてしまうんですが、木材の良さについて簡単にご説明させていただきますと、まずはですね、こう湿度を調節するような機能があるということ、非常にまあ香りもあってですね、心地よい香りもするということ、また3つ目としましてですね、非常に熱伝導率が低いので、もう非常にあったかいということ、またですね、まあ、ぶつけても他の素材に比べて柔らかいという、このような良さがあるということでございます。また次の木の良さとしましてですね、研究の成果言われておりますのはですね、まあ、非常にですね、暖かさ、木の床の方がですね、授業中に眠気やだるさが出にくいとかですね、集中力が続きやすいというふうに言っていただいている生徒さんが多いというようなこと、またこちらはですね、まあ、調湿機能があるからということなのでしょう、インフルエンザにもかかりにくいんだということをですね、調べた先生の方もいらっしゃいます。また子どもたちにアンケートいたしますとですね、非常にですね、気持ちが落ち着くとかですね、あといい香りがするのでいいとかですね、あとは肌触りが気持ちいいとかですね、このようなことをいい印象を持っていただいているところでございます。今一応簡単にまとめますと、木材利用の意義ということでですね、木材建築は今のような人に優しいということ、またそれ以外にもですね、木材は非常に先ほど切って育てて植えてまた切ってとかいう話をさせていただきましたが、非常に循環型の再生可能な資源であるということ、またですね、3つ目としましてですね、空気中の二酸化炭素を固定しますのでですね、地球温暖化にもいいというようなことがですね、木材としてはね、あるということでございます。以上日本の森林の現状からですね、ちょっと木材の利用についてですね、少しの良さ、木材の良さについてお話しさせていただいたところでございます。続きましてですね、森林の多面的機能と森林整備ということで少しお話しさせていただければと思います。先ほど戦後国土緑化に努めてきたということをお話しさせていただきましたけれども、そのことによりましてですね、森林のいろいろなことも分かってきたところでございます。その中でも特にですね、国土緑化を進めることによりまして、このような拉致の状態から
森林になってきたということで、土砂の流出量がですね、非常にこう減ってきたということがですね、これまでいろいろな方の研究成果から分かっているところでございます。また、同じようにですね、森林を造成することに、作っていくことによりまして、裸地の状態から非常に良い森林土壌というのが育ってくるところでございます。この土壌があることによりましてですね、これは地表に対して水の染み込む様子を表しておりますけれども、非常にですね、浸透能が高まってですね、山の保水機能も上がってきているというようなことが、調べた結果分かっております。で、これらのことを合わせましてですね、森林の、昔あまり公益的機能と言っておりましたが、木材生産の機能もあるということも含めましてですね、森林の持つ、多面的機能というふうに言わせていただいておりますが、このような水源管用の機能とか、土砂流出防止の土壌保全の機能、それからですね、地球温暖化を防止するような機能、それから生物のいろんな住処になっているというようなこと、またはですね、最後も物質の木材などを生産する機能、このようないろんな機能があるというのが森林でございまして、貨幣価値に換算したこともございますけれども、非常にですね、年間70兆円ぐらいの貨幣価値はあるんじゃないかというのも言われているところでございます。それではそれ何が一番重要な役割を果たしているかというのを一つはですね、やはりこの森林の土壌があることによってですね、非常に良い役割を果たしているということでございます。森林土壌というのは人が作るものではございませんで、植えて育っておりますですね、樹木によるですね、落葉層が非常に土の中に地面に落ちまして分解されて土壌になるということで、非常にこの良い森林を作ることによってですね、落葉層も含むですね、土壌層が作られるということによってですね、いろいろな攻撃的な土壌が暖流構造になるとかですね、水分や養分が蓄えるということでですね、非常に意義効果を果たすということでございます。それではこのような土壌というのは世界中にどこでもこのような状況になるのかということでございますが、これもよく言われていることでございますけれども、気候区分ごとにですね、森林の状況を表したところでございます。一番左、こちらが熱帯林でございます。でこちらがチェルノブイリとありました亜寒帯の寒いところの林でございます。で真ん中が日本の温帯林ということでございますが、一般的に言われていることはですね、熱帯林というのは非常に暖かいですので、有機物の分解スピードが速くですね、非常に熱帯雨林はジャングルのように上の方に、地上部にはですね、非常に炭素の固定というかですね、木材なり樹木は発達しているんですが、土壌についてはですね、非常に薄い土壌となっているということですので、一旦伐採してしまうとですね、土壌の流出が起こったりするとですね、なかなかこう戻りにくいというようなこと、また非常に亜寒帯林においてはですね、土壌はあるんですが、逆にこちらの方は分解しにくいことによりましてですね、非常に深いところにですね、ポドゾルというようなですね、養分の乏しい層が固まって積もっている、こういうところもですね、逆にこう伐採してしまうとですね、この地表が溶けてしまってですね、非常にまた育ちにくい林になるというようなところでございます。それに比べてですね、日本の位置する温帯林というのはですね、非常にここのバランスがよくできておりましてですね、非常にですね、良い森林土壌も発達しますし、循環型の森林も作っていけるというような、非常に恵まれているというような状況になるということでございます。でこれ先ほどこうお見せした資料でございますけれども、このようにですね、日本の森林は戦後、たくさん植栽して緑に戻ってきたんですが、やっぱり手入れをしなければですね、このようないい土壌というのはですね、なかなか形成されにくいという部分が出てくるところでございます。そこでこれまでずっと農業の話題が中心でございましたので、少し林業についてですね、簡単にご説明させていただければと思います。農業とは異なる産業体なのか、どういうサイクルで林業という産業が行われているのかについて、簡単にご説明させていただければと思います。で一番左にありますのがですね、植えるところでございます。山の斜面を整えてですね、地ごしらえをして、植栽をするということでございます。それからですね、周りの草に負けないためにですね、時々下刈りをしまして、周りの草丈よりも高くなってですね、光を十分取れるようになればですね、こう下刈り作業というのはもう植えた後、4、5年ぐらいのうちまではやりますけども、その後はやらないということでございます。その後ですね、どんどん大きくなってきますので、ちょっと成長の悪いですね、木を切ってみたりとかですね、
ちょっと使わない木をですね、別の樹種が生えてきたりしたのをちょっと切ったりするというのが、この樹伐ということでございまして、その後、ずっと何十年にもわたってですね、定期的に5年に1回とかですね、間伐という作業をしなくてはいけないんですが、この作業がなかなか、ちょっと手遅れになっているというのがですね、今の状況ですけども、こういう間伐をして、最終的に大きな林になって、今年でも切ろうかなっていうことになったらですね、種伐ということで、伐採してしまうと。これが林業の大きなサイクル、数十年、4、50年とかいうサイクルで、一つの山を使っていくというようなサイクルでございまして、農業であれば1年、2年という考え方ですが、林業の場合は、森林の捉え方はですね、霊柩ということで捉えておりまして、5年一単位ということでですね、この森林は10霊柩ですねとか、この森林は5霊柩ですねと、そのような形で捉えているところでございます。つまりそのぐらいの、アバウトな産業であるということでございます。非常に総合的である。特に肥料をやったりするということは普通はしない。非常に天候任せだし、超バッキー で切るときもですね、今年切るか来年切るかは山だけを見て決めるんではなくて、市場市場の状況を見てとかですね、そういう形で決めると、そういうようなところでございますので、この山がいい山になるかどうなのかというのはですね、そのような条件とともに、品種的の遺伝的なものもありますけども、あくまでもこのような立地によってですね、林業が行われているというようなことでございます。でこのように育った林はですね、何十年もかけて大きく育った樹木は、昔チェーンソーでこう切っておりましたが、最近はですね、非常にこの切るところもやってしまうような林業機械も出てきておりまして、このようなですね、機械で切りまして、適当なサイズにこう刻まれて、トラックでこう市場に運ばれていくと。で市場なり、いや最近は市場でなくてですね、そのままこのようなですね、工場に運ばれていって、最終的に住宅の建材になるというのが一番多いような状況でございます。で実際じゃあこれがどのぐらい の価格になっているのか、ヘクタールあたりどのぐらいの収入があるのかというのをざっくりとお話しさせていただきますとですね、大体今木材価格というのはですね、杉が1立方丸太で1万円とか、ヒノキもですね1万8000円とかですね、非常にこのぐらいの価格でございます。一つの山に、これは丸太で、丸太の市場に来た時の価格でございますので、一つの山で、積積300立方ぐらいあるとしたらですね、一つの山を切ったとしてもですね、丸太にしたところで、300万ぐらいしかならないと。でそれの他にですね、伐採して切ったりする、先ほどお見せしたような費用もかかるということですので、非常にですね、今の現状の木材価格からするとですね、山というのはですね、この魅力的な産業というわけではなくてですね、で今までいろいろ農業の方はですね、いろいろセシウム対策に対していろいろな研究なり知見が集まるようにですね、研究されているところでございますが、非常に林業自体はですね、産業の構造自体がちょっとこういう双方的なところもあるものですからですね、あまりちょっと多分細かいようなですね、対応がされてないという部分はあるのではないかと思っています。こういうようなことでございますけれどもね、ちょっとこれちょっと宣伝をちょっと入れてしまいましたが、林業や農業に対してですね、ちょっと関心を高めてもらわなくてはいけないということもございましてですね、もうそろそろ劇場での公演は終わりつつあるかと思いますが、現在ウッドジョブというですね、林業に関するですね、映画が上映されているということでございます。ちょっと見ていただければと思いますが、林野庁も農林水産省も講演ということで入っておりますので、ぜひちょっと東京近辺でもあまりないかもしれませんが、ご覧いただければと思っているところでございます。ただ映画ですので、ちょっと誇張している部分もありますので、ちょっと私なんか見るとですね、ちょっとどうかなっていうところもあるんですが、それは映画ですのでご容赦いただければと思います。もう一つおまけでございますが、おまけって言ったら怒られるんですが、農林水産省としましては、農業についてもですね、これもう完全に終わってしまったと思いますが、銀のさじという、こちら原作は漫画で私見てなくてあれなんですけども、こちらの方もですね、ちょっと映画としてやっております。こちらも公演としてですね、やっておりますのでですね、ちょっと機会があれば見ていただければと思います。すいません、ちょっと完全に脱線しました、申し訳ございませんでした。でそれでつまりちょっと話は戻りますが、非常に総合的な林業ということですけれどもですね、森林内の光環境を整えるためにですね、最低限の手入れが必要ということで、この間伐という作業が非常に必要である。これは農業ではですね、間引きをするというような作業でございます。非常にこれが大事ということでございまして、
これをきちんとしていないとですね、これ実際の日本の、これは福島の林というわけではないんですけれども、非常にですね、間伐をしないとですね、非常にこれも植えて植えっぱなしということで、植えっぱなしに近いような状況だと思います。林の中がこう真っ暗になってしまう。またこれよく見ていただければあります。これヒノキではよくあるんですけども、非常にヒノキの人工林で手入れをしないままであるとですね、ヒノキは自分で枝が落ちませんので、非常に森林の土壌がこのように流れていってしまって、根っこがむき出しになってしまう。非常にこういうところはやっぱり非常に良くないということでございます。よく手入れをされればですね、上層から下層までですね、光がこう入りますので、下の植生も育ってですね、非常に落ち葉の生産も増えてですね、良い森林土壌が育てばですね、いい林になるということでございます。この間伐の効果というのをですね、ちょっと定量的に研究された方がいますので、定量的に調べたところ、こういう形でございまして、こちらから見ていただければと思いますけども、間伐をすることによりましてですね、非常に下層植生の被覆がこのようにですね、こう、被覆されて、もう何年かすればこう、被覆されると。18ヶ月後の状況ですけども、被覆されるということ。まあ、この下層植生の被覆が進めばですね、非常にですね、土砂の、この、流出量ですけども、流出量もうんと減るということがですね、まあ、改めて明らかになっているところでございます。これをですね、簡単に絵で描きますとですね、これもすみません、先ほどの太田先生の森林法案の本をちょっと拝借させていただいたんですが、良い森林を作っていればですね、伐採したとしても土壌がきちっと残っておりますので、これ伐採後の絵ですけども、土壌があればですね、下層植生また育ってですね、いい状況になる。そうでなくてですね、不健全な状態のままであるとですね、これをまた切ってしまいますとですね、非常にラチと同じようなハゲ山みたいな状態になってしまってですね、土壌が流れてしまって、根っこがこう張ってませんので、土壌が流れてしまってですね、非常に良くないと。森林のため、木の発揮のためにはですね、土壌が大事ということがですね、これまでのところから分かっているところであります。で、いよいよ、すいません、やっと福島の話題ということでございまして、福島のですね、森林林業のに、と原発事故の影響についてご説明させていただければと思います。先ほどもちょっとお話ございましたけれども、福島県はですね、県土の7割、約97万ヘクタールが森林ということでございます。この森林面積、森林資源というのはですね、都道府県別で見ますと、北海道、岩手、長野につきましてですね、全国で4番目のですね、森林が有しているということでございます。森林というのはですね、ざっくり分けましてですね、民有林、一般の方なりですね、がお持ちになっている民有林というところと、林野庁なり国が持っております国有林というところで分かれるところでございまして、福島の場合ではですね、民有林が、56万ヘクタール、58%、国有林の方がですね、41万ヘクタールの 42%、このような、状況になっているところでございまして、民有林の方はですね、ちょっとこう書いておりますけども、森林所有者等が基本的には、森林の手入れをするということでございますが、まあ、先ほど申し上げましたような、公益的機能、多面的機能発揮のためにですね、いろいろな都道府県なり、市町村なりからですね、整備に対しての補助を出して、実際の山の手入れをするのは、森林組合等が手入れをすると、このような形になってございます。また国有林の方はですね、林野庁の中に森林管理所という組織もございますので、そちらの方のですね、山の管理をしつつですね、まあ、実際山の手入れをするというのはですね、同じように森林組合やそういう林業を専門に行うような事業体の方が手入れをしていくと、そのようなことがですね、実態でございます。またこの森林資源を活用してですね、製材工場というのが活用して製材を行うわけですけれども、その製材工場の数を見ましてもですね、福島県は全国第6位の211工場が県内にあるということでございまして、福島でおきましてはこのようなことで森林林業木材産業が成り立ってきているということでございます。で、また蓄積でございます。左の方がですね、人工林、天然林別の蓄積でございまして、97万ヘクタールのうちのおよそ3分の1、34万ヘクタールが人工林ということになってございます。また、右の方はですね、森林の蓄積量で、杉などの針葉樹林を中心に約2億立方ぐらいです、蓄積がある。これは北海道、岩手県に次ぎ、全国第3位の非常に高い蓄積量ということになっていることでございます。
まあ、ここに対してですね、放射性物質の影響が起こったということで、まあ、これはよくご覧になっている絵かと思いますけれども、非常にですね、福島県 の、 まあ、ここが事故のあったところですね、このような形で広がってきている。まあ、これは23年10月の状態です。今、25年9月のちょっと表もつけてるんですが、まあ、いろいろ半減期ともございますので、今ではこういう形で、空間占領率も低減してきているというようなことはご案内のところかと思います。この分布がございますのを受けましてですね、放射性物質の、汚染対、放射性物質の汚染対策特措法という法律がございまして、その法律に基づきまして、地域指定が起こって行われているところでございます。まずこの赤で示されましたですね、11市町村につきましてはですね、事故後1年間の追加被爆線量が年間20マイクロシーベルト以上になるという線量の高い地域を含みますので、特別除染特別区域ということでですね、まあ、環境省が基本的には行いますが、国が除染をするというふうになっているエリアでございます。この地域に含まれます森林面積はですね、先ほど全体97万ヘクタールということでご説明させていただきましたが、そのうちのですね、まあ、8万ヘクタールがですね、含まれているというふうに計算してございますけれども、そういうような線量の 高い地域はですね、立ち入り制限ということになってございますので、まず現在林業生産活動というのはまず行われていないというのがですね、こちらのような状況でございます。また青で囲んだエリア、こちらの方とか一部会津地域にもございますけれども、こちらの40市町村はですね、事故後1年間の追加被爆線量が1ミリシーベルトを超える地域ということでございますので、汚染状況重点調査地域ということで指定されておりまして、現在市町村が中心となって除染を進めているというエリアでございます。でこちらに含まれている森林はですね、先ほどのうちの49万ヘクタール程度と推定しているところでございます。現在この中ではですね、林業生産活動が行われているところもありますし、そうでないところもあるというのが実態でございまして、ただ事故後はですね、これが福島県における森林整備、山の手入れをした面積の推移ということでございますので、事故後はですね、やっぱり急に減ってきている、まだ完全にこう回復はしていないというようなところでございます。徐々に手入れができなくなるということによってですね、まあ、先ほどちょっとお見せしましたように、まあ、こういうようなことが心配されるなというところでございます。まあ、これと他にですね、あとそれと合わせましてですね、特有林産物、キノコやですね、あと山菜等についてもですね、出荷制限が行われているところでございます。これは福島以外のところも含めてですね、出荷制限が行われておりますが、見ていただければ分かりますけれども、非常にやってる原木椎茸のですね、露地栽培、施設栽培等でもですね、まだ福島県では出荷制限が行われているということでございますが、その他の長野県とかですね、山梨県、群馬県、こういう遠いところはですね、あくまでもこの野生のキノコやですね、そういうような野生で取ってきたところについてはですね、まだちょっと出荷制限があると、このような状況でございます。で続きましてですね、森林の放射性物質に対する、今まで集めております知見につきまして、簡単にご説明させていただければと思います。まず話に入る前にですね、放射性物質とはということで、まあ、ちょっと私の頭の理解もありましてですね、ちょっと3枚ぐらいパワーポイントを作成しました。まあ、これは皆さんご案内のことかと思いますので、特に詳しい説明は行いませんが、まあ、この1枚目はというので、放射性物質は何かということと、まあ、普段より自然界には放射性物質は存在しておりますので、まあ、そういう被曝も受けております。またレントゲン等もやればですね、そういう医療活動においてもですね、若干の被曝を受けるというようなことをちょっとまとめた1枚紙でございます。また2枚目としましてですね、放射線の種類にはですね、大体主なものとしてアルファ、ベータ、ガンマ線があるということ、それぞれ飛ぶ距離というなりですね、どのようなところを通るかというのは決まっておりますので、特に森林のことを考えるにあたってはですね、セシウムのこのガンマ線を考えればいいということ、また外部被曝と内部被曝がございます。キノコ等は内部被曝の世界になってこようかと思いますが、木材等をですね、構造材等として使うということであればですね、まあ、外部被曝ということ
頭においていろいろ考えなければいけないということ。また放射性物質というのはですね、例えばここで測ればですね、こう地面のいろんなところからこう飛んでくるところからこう集まってくるということ。じゃあどこぐらいから飛んでくるかというのはですね、表した表がこちらですけれども、まあ、かなりのちょっと遠くからもですね、実は集まってくるんだということを表している図でございます。また3枚目ですけれども、これは半減期を書いております。まあ、半減期というのはそれぞれ各種によって決まっておりまして、これはもう変え難い事実であるというようなことを簡単にちょっと、すみません、私の頭の整理上ちょっと整理してみました。まあ、これを踏まえましてですね、次のスライドから説明させていただければと思います。まずはじめに森林内での放射性セシウムの動態等の調査を林野庁においても継続して行っておりますので、簡単にご説明させていただきます。まずこれは大玉村というところのですね、3種類の樹木、杉、赤松、コナラでございますけれども、こちらのですね、部位別の放射性セシウムの濃度の推移を示したところでございます。青色に示しているのがですね、それぞれこちら部位が入って青色ということでございますが、示しているのが、2011年の、濃度、赤色が2012年、緑が2013年でございます。落葉層に飛び抜けてこう濃度が高いという状態ですけども、このように徐々に減ってきているということでございます。また木材として使います新材、偏材というのがここに書いてございますけども、こちらの部分についてはですね、非常に土壌等に比べまして低い濃度となっているということでございます。また、次のスライドでございます。次は部位別のどのように分布しているかということでございます。森林内の放射性物質の分布状況をこのように円グラフに表していました。一番上がですね、大玉村の杉の林での調査。で、次が大玉村のコナランの林での調査。それから、あと、上川内でのですね、川内村の上川内というところでの杉の林の調査ということでございますが、基本的にはですね、徐々にですね、落葉層から土壌層に、落葉から土壌に全体の分布の中心は移ってきているということでございますが、我々測った中でもですね、上川内の杉林では引き続きですね、落葉層にも、25年になってもですね、分布の中心が落葉層にあるという林も出てきているところでございます。これは森林というのは非常に場所によって状況が違いますので、落葉層が厚く堆積しているとか、非常に枝の張りが良くて、まだその、じゃないかとか、そういうようなことが影響しているのではないかというふうに、現在推測しているところでございます。また、森林内の放射性物質が、徐々に土壌に移行しているということでございますので、林野庁といたしましては、空間線量率、つまり被曝を受ける手法の一つとしましてですね、地面をちょっと覆うことも効果があるのではないかということで、これも検証実験ということをしているところでございます。この場合は写真にあるとおりですね、チップをちょっと、これは作業道ですので、チップをちょっとこのような形で巻いているところでございますけれども、まあ、場所によってはですね、1割程度の軽減効果があるということが分かっております。これもですね、どのようなチップを使うかとか、いろいろ、そういうのによりましてですね、いろいろなことが、もっと低減できることもですね、できるのではないかということで、現在、いろいろなことができないかということを、進めている、ところでございます。で、また、これは文部科学省の、調査でございますけれどもですね、福島県の川俣町の、山陰流域におきましてですね、土壌への、セシウムの沈着量と、セシウム137の流出量について調べたものでございます。これについてはですね、土壌への沈着量に対するセシウム137の年間の流出量は、0.02 から 0.03、0.13%、まあ、このぐらいが流出しているのではないかというふうに、推定しているということでございます。また、セシウム137の流出に占めますですね、懸濁物質の割合というのはですね、90% から97%、98% ということでございますので、
やはり流化する場合は皆様方言われていますようにですね、まあ、濁りとともに流れていくということが明らかになっているということでございます。明らかになりつつあるということでございます。また、次にですね、懸濁水中の放射性セシウムの、観測結果についてもですね、森林総合研究所の方においてですね、平成24年の、雪解け時期から8ヶ月間、ほぼ毎日渓流水の調査をして調べた結果が、こちらの方でございます。これにつきまして、やはり水の方からですね、セシウムの方はほとんど検出されなかったということでございますが、検出された資料にを調べてみましたと、懸濁物質が含まれておりまして、それをろ過した後に測ると、不検出になるということでございますので、こちらの森林総研の調査におきましてもですね、セシウムの硫化というのはやっぱり濁りとともに硫化していく、つまりそういうようなですね、濁り、つまり小さな土砂ということかと思いますので、そういうようなことをですね、気にしながらですね、森林の取り扱いを進めていかなければならないのだなということが分かりつつあるということでございます。次にですね、森林を定義する森林整備によりましてですね、森林内の放射性物質の移動について検証的なにちょっと進めておりますので、ちょっとそれについて簡単にご説明させていただきたいと思います。でまずグラフありますけれども、赤色がですね、地表の落葉層、落ち葉を除去した森林、青色がですね、普通の間伐を行った森林、それで緑が何もしない退職でございます。この、きれいにこの実験的にやっておりますので、きれいにこう出ているというわけではございませんけれども、赤色のですね、落葉落ち葉を除去した森林ではですね、一時的にやっぱりどうしてもですね、表土がむき出しの状態になっておりますのでですね、除去直後はですね、土砂の移動量が大きくですね、徐々に収まっていくという傾向がございます。でこのようなことで、こちらはセシウムの方の移動で、こちらが土砂の移動のグラフでございまして、こちらがセシウムの移動のグラフでございましても、グラフでございますけれども、セシウムの移動につきましてもですね、この土砂の移動と同じようにですね、この動いていくということでございますので、こうしたことからですね、除染して除染してですね、落葉等の落ち葉を除去した場合にはですね、除去した場所からもですね、土砂とともにその残った放射性セシウムが移動しまして、するということもですね、どうもあるなということでございますので、そのようなところはですね、落ち葉等を取った場合にはですね、土砂等が移動しないようにですね、必要に応じて表土が流出しないような対策等をですね、取ることが必要なのかなということがですね、分かってきているところでございます。また、このような森林の整備を行うにあたってですね、どうしても人が作業しなければなりません。で、その、人がですね、どのように被曝をするかというの被曝の低減に向きましてもですね、ちょっと実証的に実施しているところでございます。野外でのチェーンソーなどの作業、野外での作業というのが一番左の青でございますけれども、それよりもですね、やはりキャビン付きの先ほどちょっとお見せしましたような林業機械で作業した方がですね、被曝は低減されるということでございますので、今後森林をまた取り扱っていくにあたってはですね、そういうことも含めてですね、非常に機械も使いつつですね、やることが必要であるということが、やはり明らかになってきているということでございます。またですね、木材で囲まれた、家を想定した場合のですね、どのように、ね、なるかということをですね、ちょっと、これもちょっと計算しているのがございますので、ちょっとお持ちしました。森林内の樹木についてもですね、継続的な調査により、木材として利用している部分の放射性物質はどうなのかというのを調べておりますが、まあ、先ほどご説明しましたが、樹皮の濃度に比べては極めて低いということは分かってきているところでございます。で、これまでの調査の中で、最も濃度が高い、これは除染特別区域内で切った木からですね、キログラムあたり890ベクレルというですね、濃度が検出されたことがございましたので、まあ、その木材を使ってですね、その木材を6面に用いて、4畳半の部屋を作った場合の追加被曝線量というのをですね、まあ、試験的に計算しているところでございますが、追加被曝線量につきましてはですね、まあ、計算上はですね、0.02 マイクロシーベルト、1年間にこれだけだということでございますので、まあ、あまり高い値ではないというようなことが計算上は出てくるということでございます。
また現在、福島県で流通している木材につきましてはですね、このような形で林野庁や福島県でも調査を実施しているほかですね、福島県の木材協同組合連合会もですね、製材品の樹種管理基準を設定して観測定するなどですね、安全性の証明に努めて風評被害となくなるようにですね、取り組んでいるところでございます。以上まとめましてですね、簡単に分かったこととしてちょっとまとめてきたところでございます。森林内の放射性物質は、早い枝落葉層から土壌に移行しつつある。ただ先ほど申し上げましたように森林内の状況によってはいろいろ違いが大きいというところもあります。まだ引き続きいろいろ調べなければならないと思っております。また森林内の放射性物質の多くはやはり流出するというわけではなくて森林内にとどまっておりますので、森林外の流出は小さいということでございます。でまたその森林外に流れていく場合はほとんどが溶存体ではなくてですね、降雨等に混じった濁りとともにですね、流出していくということ。また落葉素は土壌除去すると当たり前でございますが土壌とともに放射性物質の移動も増えてしまうというようなことがいろいろと分かってきたということでございます。このようなことを踏まえてですね、福島県の森林林業の再生に向けて現在取り組んでいることをお話しさせていただきたいと思います。今分かってきたことを再度上側に書かせていただいているところでございます。森林内にはまだ多くの放射性物質がまだ残っているというのはご案内の通りです。除去して減量できたできる何かそういうのがあれば非常にそれに越したことはないというのがですね、当然のことでございますけれども、しかしだんだん土壌に吸着しているという事実、また森林土壌というのは先ほどちょっとご説明させていただきましたけれども、非常に森林にとって重要な役割を果たしているということを考えた場合ですね、現在の技術ではその土壌を取り除かずに土壌の中のセシウムだけを取り除くということはですね、なかなか今難しいのかなと思っておりますので、そういうことを考えた場合にですね、本当に全てをですね、除染除去や減量できるに越したことはございませんが、現時点ではですね、除去や減量ができない部分っていうのもですね、かなりあるのかなというふうに思ってございます。じゃあそこについてはどういうことをしなければならないのかというときにですね、まずは森林外への流出をまず防がなければいけないというようなこと、それからまたその森林に入るとした場合にですね、入った場合のですね、への影響、入った方への影響をなくしたり少なくしたりすること、またその森林の周囲に対するですね、影響を少なくすること、そういうことをですね、この全てのことをですね、いろいろ技術開発なりですね、いろんなどういうことができるかというのをですね、いろいろと考えていけなければならないというふうに思っているところでございます。で現在森林の今後の方向性につきましては、先ほど少しお話がございましたけれども、このようなことも踏まえましてですね、現在環境省と共同でですね、今後の森林の方向性について現在取りまとめたのが、このイメージ図ということになってございます。でここにですね、エリアの分類と書いてございまして、エリア A というのがですね、ここでございます。住居等の近隣の森林率がエリア A。また、人が椎茸のほだばとかですね、あと散策とかでよく入るとかですね、人が日常的に立ち入る森林率ではエリア B。また、それ A と B 以外の森林はエリア C ということで、大きく分類をしておりまして、でエリア A につきましてはですね、いろいろ先ほどちょっとお話もございましたが、20メートル幅等も含めてですね、こう除染を実施するということで、あとまた山の方につきましてはですね、いろいろとですね、また林業再生等できないかというのを考えているということで、ちょっと分かりにくい図ですので、ちょっと分かりやすく書き直したのが、こちらの図でございまして、森林などでおきましてですね、除染事業を実施するエリア、農地や住居等のこの境目とかですね、こういうところについてはですね、やはりまずは人の健康保護という観点からですね、住居等に近い森林をまず最優先に実施しているということでございます。これは帰還困難区域以外の除染特別区域と除染状況重点調査区域はですね、こういうことで民有地、民有1、民有2につきましては、環境省や市町村が
また、国有林もございます。国有林につきまして、国有林につきましては、所管の国が実施をするということで、今、そういう整理をしているところでございます。また、それ以外のですね、ところにつきましてはですね、森林林業再生対策ということで、民有林についてはですね、一部国が実証的に事業を実施したり、県や市町村等が実施する。また、国有林につきましてはですね、森林管理署等がですね、森林林業再生に対して、なんかできないかということで、今、実証的に実施しているところでございます。こういうところは、木材等を生産して、こういう安全性が確認されればですね、このような形で使えるところにも使っていきたいというようなことで、進めているところでございます。で、こういうことをですね、考えるにあたってですね、じゃあ、どのようなことに気をつけなければならないのかということで、ちょっとこれ私なりに考えたところなんですけども、ものというのは基本的に高いところから低いところに、移動しますので、非常に森林内の対策を進めるにあたってはですね、非常に土砂移動について考えておかなければならないということかと思います。土砂というのは、だから斜面からの上部から下流に移動するというミクロ的な部分と、あと河川に従ってですね、この大きく移動するというマクロの部分ということがありますので、森林内の対策を考えるにあたってはですね、やはり河川の流域とはどういうふうになっているのかというのをですね、よく考えながらやらなければいけないなというふうに感じているところでございまして、ちょっとですね、空間占領率の地図と、河川の流域の地図をちょっと重ねてみたのがこちらでございます。ここに主な河川の名前をこう書いておりまして、そこに含まれているですね、市町村名を書いているところでございまして、非常にですね、ここに阿武隈山地の太平洋側を中心にですね、この今回の放射性物質は拡散しているということが非常に分かるのかなと思っております。で、上流の対策を考えるにあたってはですね、当然下流のことは下流はどうなるのかと、これ飯舘村が上流で下流が南相馬ということでございますので、こういうところはですね、そういうところもですね、配慮してですね、事業も実施していかなければいけないなというふうに感じているところでございます。それぞれみんなこちらの方にこう流れますし、ここは阿武隈川ですので、中通りですので、阿武隈川ということで、北の方にですね、流れていくということでございます。で、ちょっと余談ですけども、ちょっと広がるとこういうふうになるかと思っております。これ福島近県も含めた空間占領率の図をちょっとこういうふうにつけてございます。先般ちょっといろいろと、よく見ていければ分かりますけれども、福島県でもですね、浜通りと、中通りについては、こういうふうにこう広がりましたので、空間占領率高かったということでございますが、会津はスポット的にございますけれども、それほどですね、この色を見て、一番濃い青が 0.1 以下でございますね。まあ、ここら辺と同じような、東京はこの辺ですけれども、同じような状況だということでございます。で、こちらの阿賀野川流域というのはですね、それほど、大きな噴火占領率だったというわけではないということでございます。先般ちょっと漫画で話題になりましたけど、私なりにちょっと気になったのは、ちょっとなんか阿賀野川のことがちょっと書いてあったのでですね、ちょっと気になったなと思ったので、ちょっとスライドをちょっと作ってみたところでございます。で、このようなですね、ことを流域的なことを考えなければいけないなということでございますけども、森林からの流出防止に向けてですね、どのような対策というのは考えられるのかというのをですね、林野庁なりに、というか私はちょっとこういう形の仕事が多かったものですから、私なりにちょっと考えたところはですね、非常に最初ご説明させていただきましたけれども、戦後ずっと国土緑化に勤めていたということでございまして、それについてはですね、いろいろなですね、緑化の工事等をですね、地産の技術を用いながらですね、実施していたところでございます。で、最初の方にお見せしましたけれども、斜面に階段を切ってですね、植栽するなどですね、様々な対策方法を考えながらやってきたとございますので、そういうことが生かしていけるのかな。これは緑化工の中のですね、緑化基礎工というような名前がついておりますけど、そういうようなことが生かせるのかなというふうに思っております。それに大きく分けましてですね、このように線的にこの実施するという工法と面的に行うという工法がございまして、もともと山の中でこうああいうような中で人力を使いながら地道に行われてきた作業でございましたので、これは例えば現場にあった石を使って布団籠を作って止めてみるとかですね、現場の丸太を使ってみるとか、あとは昔なので曽田といってですね、竹のようなものを使ってみるとかですね、
そういうような、これは土のうを袋に詰めて使ってみるとか、こういうようないろいろな工法が行われていくところでございますので、まあ、現場に応じてですね、このようなことも使っていくのかなというふうに思っています。また面的に行うにはですね、このようにですね、マットを張ってみたりとかですね、これは海岸林でよくやっておりますけれども、竹を使って、のり枠的な工法を作るとか、まあ、本当に山崩れになったら、このようなですね、モルタルを吹きつけるとか、先ほどやりましたチップを引いてみるとかですね、こういうような機材を吹きつけるとか、まあ、こういうこともやっておりますので、このように土砂の流出を抑えればですね、土砂の流出を抑えるとともにですね、森林内に残りました放射性物質の影響もですね、少し下げれる、空間占領率も下げれるのではないかなというふうにもですね、思っているところでございますので、現在実証的にですね、いろいろどうなるのかっていうのをですね、試しているところでございます。で、またそれによってですね、いろいろ開発が進めばですね、もっと空間占領率を安く下げられるというような技術も出てくればいいなというふうに思っているところでございますが、何分これまでは非常に木が生えないようなところをでのこういう工事をやっておりましたので、例えば森林をのり枠で固めてしまうとかってなれば、またこれは森林じゃなくなってしまいますので、この工法もですね、そのまま持っていって使えるというものではなくて、ケースバイケースでですね、考えていかなくてはならないというふうに思っているところでございます。で、その森林林業再生に向けてですね、現在、林野庁の予算はどのような形でやっているかということを簡単にご説明させていただければと思います。大きく言えば4本柱ということになってございまして、事故直後のモニタリングをやっているということ、また、それ、今申し上げましたようなですね、技術の開発実証を行っていること、それからですね、最後4つ目ですけれども、森林林業再生対策ということでですね、森林林業を行いつつですね、放射性物質対策も合わせて行えないかということで、できる限りですね、そこの活動を広めてきているということでございます。これは例えばどういうことをするかといいますとですね、放射性物質の影響のある地域での森林林業を再生させるために、先ほどありました汚染状況重点調査地域等を中心にですね、県や市町村等により公的主体によりますですね、間伐等の森林整備と枝や葉っぱの処理などのですね、放射性物質の低減、また合わせてですね、先ほど申し上げましたような対策工法ですね、木柵を設置してみたりとかですね、そういうことをですね、やっているということでございまして、また合わせてですね、その出口対策としてですね、何かできないかということもですね、やっているということでございます。現在、このオレンジ色のところで囲っておりますですね、19市町村において平成25年度にからこの事業を開始しておりまして、また26年度はですね、この緑の市町村のところでですね、新たに始めるということでございます。で、これにあたってはですね、先ほどちょっと申し上げましたが、出口対策というのも大事でございますが、そのまま使えるものとですね、やはりちょっと占領等もあったりしてですね、使えないもの、また下げるためにいろいろした方がいい場所というのもあると思います。そういうところをですね、もう考えつつやるということで、現時点ではですね、非常に濃度が低いというところはですね、こういう製品として出していく。またですね、こう先ほど申しましたチップとして引いていくようなこと。で、最終的にはこちらもまたこう難しいんですけども、燃やしたりするとですね、濃縮っていうのがありますので、そういうところも考えつつですね、バイオマスエネルギー資源として使えないかというのもですね、模索しつつ現在進めているということでございます。で、最後になりましたけれども、今後はですね、森林の表土と流出防止機能の重要性を十分認識した上で、いろいろとですね、効果的な土壌保全等の措置を検証したりですね、そういう拡散防止対策をしたり、あとバイオマス資源の利用等をですね、進めていく必要が非常に重要だと思っています。まだまだ森林については調査を始めたというか、非常に時間のかかる世界でございます。引き続きですね、知見の収集と実証的な技術開発に取り組んでいきたいと思っておりますので、いろいろとですね、先生方からのですね、お知恵等も拝借させていただければと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたしたいと思います。また、私思いますね、ここのポストに来て2ヶ月ぐらい経ったんですけども、思いますね、なかなか放射性物質については分からないこともたくさんある一方でですね、
なかなか安全だという世界と、まあ、それで安心するんだという世界というですね、まあ、イコールではないというのがですね、これ分からないというところもありですね、非常にあるのかなと思っております。で、私の友達も飛行機は安全なんだというふうに言われているんですが、どうしても飛行機に乗るのは嫌だというやつもいますので、まあ、例えばそういう例がちょっといいのか悪いのか分かりませんが、やはりですね、安全というのはどの安全の程度というのはですね、伝えるということはできると思いますので、まあ、そういうところは伝えていく、それをもってですね、まあ、安心できるかどうかというのをですね、皆様方にこう判断していただくと、それはもう個人の判断というになると思います、していただくということかなというふうに個人的には思っているということでございます。いずれにしろですね、地元と一体となりまして、福島県 の森林林業の再生に向けてですね、引き続き頑張っていきたいと思いますので、引き続きのご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。以上、本当にどうも今日は長くなりました。ありがとうございました。